フォルム・ボアリウムにある、ポルトヌス神殿・ザ・テンプル・オブ・フォルトゥーナ・ビリリス・イン、アイザック・ウェア・ザ・フォー・ブックス・オブ・アンドレア・パラーディオ・エス・アーキテクチャー、ロンドン、1738ポルトヌス神殿は、イタリアのローマにある古代の建築物で、ポルトヌス神に捧げられた神殿である。イオニア式の建築で、かつて考古家が、フォルトゥナ・ビリリス神殿と誤って命名したため、 その名で呼ばれることも多い。テベレ川のそばのフォルム・ボアリウムにある。フォルム・ボアリウムは、テベレ川の港を見晴らす位置にあり、ポルトゥヌス神殿は、オスティアから家畜を乗せた橋家が入港する様を見渡していた。後ろから見たところこの神殿は、紀元前75年に建設され、紀元前1世紀のうちに修復されている。四柱式のポルチコと、内陣からなる四角い建物で、 階段付きの高い段の上に建てられている。ニームのメゾンカレのように、4本のイオニア式円柱からなるポルチコが正面にあり、その奥に2本の柱がある。ポルチコの円柱は独立しているが、長辺の5本の柱、トリメンの4本の柱は内陣の壁に埋め込まれている。このような形式を義州翼式と呼び、パルテノン神殿のように独立した円柱が、 周囲全体を囲んでいる集中式神殿とは区別する。業界岩とトラバージンでできており、表面を化粧漆喰で仕上げている。この神殿の保存状態が良いのは872年に教会に転用されサンタマリアイジェスイアカに捧げられたためである。そのイオニア式の円柱は評価が高く、18世紀の文献にもそのスケッチが掲載されている。 業界岩とトラバーチンの表面を覆っていた化粧漆喰はすでに剥げ落ちている。フォルムボアリウムにはポルトヌス神殿の南東に円形のヘラクレスを幾く通る神殿もある。ありがとうございます。